こんにちは。センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第40回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。とうとう40回ですね。完成しましたよってなわけにはいかないんですけど、まあ早速じゃあ張り切って、クラスのクラスじゃないオブジェクトリファレンスですねの対応の方をやっていきたいと思います。ではですね、まあいつも通りですね、このまだ実装してないオプコードですね、これを実装するっていう方向でやっていきたいと思います。まあ何はともあれニューオブジェですね、これをやりたいと思います。で、ニューオブジェはどういうオープコードかというと、こんな感じですね。形式は、0x73 と、あとトークンですね。で、トークンはコンストラクタを指しています。要するにコンストラクターインフォになりうるものということですね。これはメソッドの一種なので、リゾルブメソッド、メソッドを使うことによって、情報が取得できるはずということですね。で、引数 arg1 から argn が順番にスタックにプッシュされます。オブジェクトを作成するために引数 argn から arg1 がスタックからポップされコンストラクターに渡されます。これは我々がやることですね。で、最後新しいオブジェクトへの参照がスタックにプッシュされますと。で、一応詳細も眺めておくと、ニューオブジェ命令は新しいオブジェクトまたは値型の新しいインスタンスを作成します。コンストラクターは、呼び出すコンストラクターの名前、クラス及びシグネチャを示すメタデータトークン、コンストラクターとしてマークしておく必要があるメソッドレフまたはメソッドデフです。このメソッドレフとかメソッドデフっていうのは、まあ解説してないし、あんまりリフレクションを使ってるとあんまり知りうることのない話なんですけれども、モジュールクラスのインスタンスからリゾルブメソッドを呼び出して、メタデータのトークンからそのメソッド情報を取得してますよね。で、その時に取得できるものはその IL というかメタデータの中身としては、2種類あって、1つはそのモジュール内に定義されている実際の情報ですね。ここで言うとメソッドインフォとかコンストラクターインフォを指しているもの、それが、メソッドデフで、もう一つがメソッドレフといって、その、モジュール内にはないけど他のアセンブリのどっかのモジュールの中にあるっていうのは、なんかそれを指す情報というのがあって、それがメソッドレフで表現されています。これを2つはどちらもそのモジュール内の細かい、そのなんて言ったらいいのかな、その表現方法の違いだけで、僕らが普段そのリフレクション API を使う上では特に表面的には現れない、区別されないことです。なんで、まあここに何かこんなことが書いてあるのかみたいな感じなんだけど、まあ内部ではまあこういう区別があるけど、結果的にはまあ単にメタデータトークンですね。メタデータトークンをそのニューオブジェのオペランドとして指定すれば、そうすれば、コンストラクターを呼び出して、そしてインスタンスを初期化できますよということですね。で、ニューオブジェ命令はコンストラクターにも関連付けられたクラスの新しいインスタンスを割り当て、必要に応じて新しいインスタンスのすべてのフィールドを適切な型の0に初期化するか、またはヌル参照にします。これは前にも言いましたね。C に落ちる場合は、なんか例えば構造体がメムセットで0クリアされるみたいな、そういう話です。で、次に、指定の引数と新しく作成されたインスタンスを使用してコンストラクタ CTOR を呼び出します。コンストラクタが呼び出されると初期化されたオブジェクト参照がスタックにプッシュされますと。
これはバリュータイプとは違うところですね。バリュータイプはイニットオブジェのオプコードを使うんですけど、イニットオブジェを呼び出すということは、まあ要するに単純にゼロ初期化するという話になってたんですが、参照型の場合は、メモリを確保し、ゼロクリアし、そしてコンストラクトを呼び出すと。これはまあ3つがセットになってますね。実は、コンストラクターを呼び出すっていう操作を省略する方法が一応なくはないんですけど、これはまあ特殊な用途に使うもので、ニューオブジェ命令ではもちろんできないんですけど、まあ普通はっていうか、あれですね、ほとんどの方は、ね、普通にクラスをニューするときには、まあこのニューオブジェ命令に展開されるので、コンストラクターの呼び出しまでセットで実行されるということですね。で、コンストラクタの視点から見ると、初期化されていないオブジェクトは引数0であり、ニューオブジェに渡されたその他の引数が順番に続きますと。これは前々回言ったかな。ロードアグ0が実参照に相当するという話をしたんですけど、それのことですね。で、追加のそのコンストラクタ引数がある場合は、1個ずれた形で、要するに先頭の引数がロードアーグ1で取得できる。で、ロードアーグ2、ロードアーグ3とかでずれて取得できるということですね。で、インデックス番号0から始まる、すべての1次元配列は、ニューオブジェではなくニューアレイというオプコードがあるんですけど、これを使用して作成されます。これは配列の話ですね。我々はまだ配列には踏み込めないので、まあこれ将来の話ですね。これに対し、その他の全ての配列、多次元配列またはインデックス番号が0以外から始まる1次元配列はニューオブジェを使用して作成されます。知りませんでした。 そうなんですか。まあ、でも考えてみたら、ニューアレイは、そうですね、ニューアレイは確かに1次元じゃしかできないような気が、まあ、まだね、これの中身見てないからあれなんですけど、多次元はどうなんだって言われたら、確かにその通りですね。はあ、なるほどっていうのは、多分今後配列をやるときに、まあ、改めて考えましょう。今は飛ばします。で、通常、値型はニューオブジェを使用して作成されることはありません。値型は通常ニューアレイを使用して引数またはローカル変数として、あるいはオブジェクトのフィールドとして割り当てられます。割り当てられると、値型はイットオブジェを使用して初期化されます。ただし、ニューオブジェ命令を使用して、値型のインスタンスをスタック上に作成し、それを引数として渡したり、ローカルに格納したりできます？なんか変だな。 どういうこと？これは合ってますね。値型はニューオブジェを使用して作成されることはありません。もう我々はすでに値型サポートしましたよね。それはイニットオブジェを使って初期化するって話なんですけど、なんでここでニューアレイが出てくるんだ？ニューアレイにインデックス番号が0から始まる1次元配列の場合を使用して、引数またはローカル変数として、あるいはオブジェクトのフィールドとして割り当てられます。割り当てられると、値型イニットオブジェを使用して初期化されます。なんかこの辺りが何っていうかよくわかんないですね。まあ今やろうとしてることとあまり関係がなさそうですけど、まあこれもあれですかね。なんか配列をやるときに、なんかひょっとしたら僕らがまだ気がついてないことがあるかもしれないですね。まあ単になんかドキュメントが間違っているって可能性もありますけど、ちょっとわかんないです。飛ばします。で、要求を満たすにはメモリが不足している場合は、アウトオブメモリエクセプションがスローされます。しかし我々はまだ例外をサポートしていないので、スローできないので、まあやれることがあるとすると、まあなんかアサートコードを入れれるようにしといて、アサーション発生させるぐらいですかね、もしやるとしたらね。で、
指定した名前クラス及びシグネチャーを持つコンストラクタメソッドが見つからない場合は、ミッシングメソッドエクセプションがスローされます。これは IL2C で、処理している限り、リフレクション API で取れるはずなので、強いて言うならば、リゾルブした時に、該当のメソッドが取れなかった、まあ、トークンが間違っとる。とかですね、まあそれは与えられる IL が明らかに間違ってるっていう話なんで、まあ多分想定しなくてもいいか、取れない場合に、ミッシングメソッドエクセプションではなくって、これはランタイムが実行時に発生することを想定している例外なんで、そうではなくて、いつも通りインバリッドプログラムシーケンスエクセプションをスローするみたいな風にすればいいかなと思います。はい、というわけで以上ですかね。だから考慮しなきゃいけないのは、オブジェクトを作成するために引数が、スタックからポップされてコンストラクターに渡されますと、メモリを確保し、ゼロクリアをし、コンストラクターを呼び出すということですね。なんかこれ見てるとポイントとしてはこれですね、この引数どうすんのみたいなのがあるんですが、まずリゾルブメソッドでコンストラクターインフォを入手して、でコンストラクターインフォを見れば、引数がコンストラクター定義としての引数が何個あるかっていうのは分かるので、また例によってパラメータインフォで取得できるはずなので、それを見れば、スタックから何個ポップすべきかということが分かる。なのでその個数分だけポップスタックを実行して、それぞれのその情報を入手しておいて、で、それに対応するシンボルが得られるはずなので、そのシンボル名を、引数にコンストラクタに対応する、関数ですね、関数の引数にガーッと並べてやれば、そうすればコンストラクタ呼び出しが実現するという感じですかね。まずはこんな感じで、で、あとは、同一モジュール内であれば全部が翻訳される、トランスレートされることによってコンストラクターの、ね、呼び出しチェーンが完成する、最後に足りない、絶対的に足りないのはシステムオブジェクトのコンストラクターの実装なんで、それは C のソースコードに直接実装することで完成させるという流れにしますかね。そして、今のところ想定しているのは GC に関する処理は全くないので、メモリの解放、じゃあ確保はマロクでやるけど解放は一切行わないというような流れですね。はい、じゃあそういう感じで、まずこの間テスト用のプロジェクトにもうクラスを含むソースコードを記述しましたよね。まあそれによって今ここで見てるこの IL のコードが出てるんですけど、まあこれを実際に読ませてですね、当然このニューオブジェのところで例外が発生するので、まあそこを基準になんか実装し加えていくという流れでいきます。はい、ではですね、ニューオブジェはですね、コンバータとしてどこへ置くかなんですが、ちょっとどこにも適切な場所がないんで、まあそういうものを固めてあるこの IL コンバーターズに置きますかね。確かイニットオブジェもここに、そうですね、実装してますね。なのでこれと同じところに置く感じでいきます。しかも実装内容も、まあ、イニットオブジェに近い感じですよね。メモリを確保するとかはちょっとないですけども、なので、ちょっとこいつを例によってコピーして、ここから手を加えていきますか。ここを、ニューオブジェ、コンバーターと。ああ、いいか。間違えた。直す場所間違えました。こっちですね。こんな感じにします。オプコードを、ニューオブジェですね。ニューオブジェとしておきます。で、そうですね。コンバーターの規定実装として何を選択するかなんですが、これ、インラインメソッドコンバーターかな。多分。
メソッドインフォに相当するはずなので、まあ、インラインメソッドコンバーターだと思います。まあ、もし間違ってればね、多分あのこの規定クラスの実装のところであのアサートで引っかかるはずなんで分かると思います。で、トークンは、まあ、コンストラクタートークンとか、まあ、分かりやすい名前にしておきます。で、やることも、ここですね、デコードコンテキストのリゾルブメソッドを呼び出して、コンストラクターインフォいますが、これはあの、たびたび説明している通り、メソッドベースが取れてくるので、ここで、コンストラクターインフォというふうにキャストしておきますね。あ、そうそう、僕、リードミのところの、達成状況を、表で出してるページがあるんですけど、あそこにね、追加してないのがそういえばあった。モノのプロジェクトにセシルというのがあって、それは今ここで扱っているのはこのコンストラクターインフォとか、まあ、メソッドインフォ、メソッドトークンとかですね、タイプとか、モジュールみたいな、ああいうリフレクションの API ですね、のより汎用的な実装が、セシルというプロジェクトで、ライブラリとして提供されています。で、将来的にはね、リフレクション API ではなくてそのセシルを使うように移行していきたいなと思っています。で、なぜかというとですね、このいろんなところで今もうすでに使ってますけど、リフレクション API を使うとですね、メモリーロードするんですよ。で、しかもですね、まあ、実行させない方法もなくはないんですけど、基本的にはその読み取ったアセンブリ、モジュールとか、そういうのは、コードが実行できる状態でロードされるんですね。で、そうすると、誤ってそのコードを実行してしまう可能性がある。で、いや、それはなんか、インボークメソッドとかあるんですけど、まあ、そういうのを呼び出さない限り実行されることはないだろうと、油断してるとですね、あるんですよ。例えば、プロパティとか、プロパティはまだなんか、ゲッターとかアクセスってまずいかもとか思うかもしれないですけども、フィールドですね。この間やってたスタティックフィールドとかを初期値を取得するためにゲットバリューとかやるとですね、そうするとそれがスタティックフィールドで、しかもそれが定義されている方に、タイプイニシャライザーの実装があるとそれ実行されてしまうんですよ、裏で。だから、なんかそれはあまり望ましい、IL2C の動きとしては望ましいことではない。要するに単にメタデータと IL を解析したいだけなのに、そのアセンブリの内容をその意図せず実行してしまう可能性があるので、それはあまり良くないので、まあ、そういう副作用を伴わない、そのセシルですね、セシルのライブラリの方を使って実装するようにっていうふうにいつかちょっと置き換えたいなということは考えています。ちょっと今ね、なんかもうコンストラクターインフォとか眺めてたら、そういえばそのことを書くの忘れていたと思ったんですけど、まあ、ゆくゆくはセシルに移行するということで、この辺は多少変える必要があるかなと思っています。はい、全然全くの余談でした。はい、で、まあ、こんな感じで、リゾルブですね。リゾルブをして、コンストラクターの情報を入手しておきます。で、これ、ポップスタックしてるけど、これではダメで、コンストラクターのパラメータですね。入手しますね。これは、コンストラクターインフ、あ、じゃあ、コンストラクターの、ゲットパラメーターズを呼び出すと、このコンストラクターの引数の情報がパラメーターとして取得できますと。なので、これで何個ポップスタックしなければいけないのかということが分かります。なので、SI パラメーターズという感じで、パラメーターズのセレクトで
メーターパラメーターあじゃないパラメーターのデコードコンテキストの、ポップスタックっていう感じですね。まあこれ一旦、トゥーアレイで固定化しますと。これは逆順になってるんで、リバースしとかないといけないですね。こんな感じですかね。そうすると、このパラメータズと、それからその、スタック上に定義されている、そのシンボル情報を含む、情報が、まあ、1対1で、こう、手元に入手できたという感じですね。はい。これで、これで、ここは関係ないかな。これいらない。インクルード、必要ですね。今から我々は、マロックというか、メモリを動的に確保する何らかの、その C の標準関数を呼び出さなければいけないので、それに対応するヘッダーを読み込まなきゃいけないですね。それは、今、マロックは、標準的にどんなヘッダーを要求しているのか、こうね、昔はね、昔って相当昔ですけど、昔のその C の実装とかって、この辺の関数を使用するために、その必要なヘッダーファイルとかも、割とバラバラだったりしたんですよね。まあ今はさすがにそんなことないだろうと思ってるんですが、一応確認したいな。しかしね、これ C++ なんだよな。C スタンダードリーブって書いてありますね。ってことはスタンダードリーブエッジかな。どっかにないかな。この、これ見るのがいいかな。Linux の、スタンダードリブになってますね。Linux の場合。なるほど。それでいいかな。わかんないですね。スタンダードリブにしておきましょうかね。ちょっと VC がね、VC はね、なんかマロクエッジだったような気がするんですけど、ひょっとしたら今はスタンダードリブエッジをインクルードすればマロクが使えるっていう状況にしてあるかもしれないですね。ちょっとわからないです。とりあえず、スタンダードリブエッジを使うことにしましょう。スタンダードリブエッジと。で、これでインクルードファイルが登録されるんで、ソースコードを出力するときにはインクルード文が生成されるという仕掛けですね。なかなか便利な感じで使えますね。で、まずこれで、使えるようになりました。もう一つあるか。ですね、メムセットも使いたいですね。初期化用に。なので、ここに、ストリングエッジなんですよね、あれね。なのでスタンダードリブとストリングエッジ両方ともインクルードするようにしておきましょうと。はい、これでいいと。で、ちょうどここにね、メムセットの例が出てますね、ちゃんと。それから今から生成するインスタンスというのは何らかのそのクラスですね。クラスのインスタンスを生成します。これは C のコード上は、構造体、ストラクトですね。ストラクトで表現するのが妥当でしょうと。もちろん中身は、前にやったそのバリュータイプとはちょっと違うものになるかもしれないですけども、ほぼ構造体でやることは間違いないだろうと。で、そうすると、その、対象となるインスタンスが、どういうその構造体、型ですね、型名が何になるのかっていうのを知る必要がある。それは今これメタデータから取得できたのはコンストラクタのトークンからコンストラクタ情報が取れているので、これそのままではなくって、このコンストラクタが定義されている型ですね。クラスの型を入手しておく必要があると。それここに、単純にですね、コンストラクタの、デクレアリングタイプ、これですね。これにを取り出せば、このコンストラクターが定義されたクラスの型が
入手できるので、ここから名前を入手すればいいと。で、名前が、例によって、なんだ、マングリングが必要なので、これですね。で、このコンテキスト、トランスレートコンテキストのゲット C ランゲージタイプネーム。まあ、同じ流れです。ここに、その型を指定することによって、ここに、その型名が埋められると。そうすると、サイズオブでそのサイズがちゃんと計算されるという流れですね。はい。で、まずインスタンスを生成しなきゃいけないんだよな。ああ、これあれですね。ああ、今までそういうパターンがなかったのか。今までってこのアプライが呼ばれると、そうすると、その翻訳というかトランスレートされた単一の C のソースコード、まあ、もうちょっと言うなら1行のソースコードが出力されてたんですよね。なので、リターン文で、ストリングフォーマットみたいな感じでこういう感じでフォーマットしてそれを文字列を返していたということで、よかったんですけど、ここって、今回のこれあのニューオブジェは複数行必要になりそうですね。なんとなくまずマロクでメモリを確保し、ちょっと書いてみましょうか。こんな感じ。例えばマロックタイプ、じゃあサイズオブか、サイズオブポゲ、キャストもあった方がいいのかな。まずメモリ確保します。それからメムセットでメモリをゼロ初期化します。さらにコンストラクターを呼び出さなきゃいけないですね。それは多分ですが、CTOR の P みたいな感じでコンストラクターを呼び出す。これがこの3つで初めて、ニューオブジェを作り出せる、ニューオブジェ状態を、ニューオブジェのその、C の実装を作り出せるということになるので、これ複数行、1命令に対して複数行の C のソースコードを出さなきゃいけないですね。で、別に開業しなくてもいいじゃないっていう話もあって、単にここの後ろに、セミコロンの後ろにこんな感じでくっつけちゃって、1行で出力させるってことももちろん可能なんですが、まあなんか可読性落ちそうですよね。なんかあまりなんかいい感じはしないですよね。まあできれば複数行で出せた方がいいんじゃないかということと、まあ今後今ずっと単純なそのオプコードを扱ってきたんで、まあほぼ1行で済んでたんですけど、今後対応するものでひょっとしたらなんかやっぱり複数行必要とかいうようなものも現れるような気がするので、ここ複数行対応した方がいいような気がちょっと今してます。そして別の方法として、ここに回答をこんな感じで入れてやればいいんじゃないのみたいな話もあるんですけど、これもこれで問題で、なんでかというと、コンバータを、コンバータのコンバートっていうメソッドを呼び出すときに、インデントも、文字列を指定したと思うんですけど、改行入ったら、ここにインデント入れなきゃいけないですね、こんな感じで。なので、それを入れにくい。1行で返したらもう1回なんか開業で全部分割した後、1行1行にインデント文字を入れなきゃいけないので、まあ別に大した手間ではないんですけど、 なんかそれも嫌な感じ、なんか無駄な感じがするので、まあここは一つですね、こういうふうに複数行をそのまま出力できるような形で、やれるように、することを考えましょうか。これはただ大変で、すべてのアプライに影響しますね。これ、どういうことかというと、ここの戻りがこうなるってことですね。まあ、これ、こういうふうにストリングの配列にするのか、例えば、iNumerable の、
アイナビラブルのストリングとかするのか、まあ、あの方法はあると思うんですが、まあ、単に配列だけでいいかな、こういう感じですかね。っていうふうにするためには、全てのアイルコンバーターに影響するので、まあ、ちょっといろいろ面倒くさい感じはするんですけど、今のうちにやっておきましょうか。じゃあですね、ここの部分とりあえずコメントアウトして、まあなんか to do っていう文字列を返すような感じにしておき、こっちも直さないといけないですね。コンストラクタートークンを、例外が発生した場合ですね、インバリッド、コンストラクタートークン、こういう感じかな。まあこれでとりあえず、現状のコードはコンパイルできますね。はい。で、この状態で、全部のそのアプライの戻り値をストリングからストリングの配列に変えていきたいと思います。一回この状態で、コミットだけしておきますね。来るかな。はい、ステージングします。なんだっけな、バリュータイプテストと、それからファイルが増えたので、そうですね。で、今のニューオブジェが追加されていると。add new object code work in progress。そうですね、すいませんね、リボジュにあったのはちょっと新しかったです。リベースしとけばいいかな。はい、コミットプッシュします。はい。で、これでとりあえず準備はできたので、じゃあちまちまと直していきますか。黙々とちょっとやりますね。アイルコンバーターの規定クラスはこの上の方にあるのかな。はい、どうだったっけ。コンバーター、ああこっちか、こっちにあるのかな。コンバーター、違う、これか。アイルコンバーター、これですね。ここを直せば全部エラーが出るので、そのエラーをちまちまと潰していけばいいという流れですね。エラー箇所が明らかになるので、これを直していきます。基本的には型を変えるということと、それからここですね、返すときに、今までのやつは全部単一の1行だけ返すので、パターン的にはこんな感じですね。配列にして1個の要素だけ返すみたいな感じでやっていけばいいということですね。はい、この辺も一緒ですね。長いな、ちょっと。まあ
ちょっとずつビルドしていくと数が減ってくるかな。ここはあれですね、UTT の呼び出しにバイパスしてますね。これはですね、こっちを直した方がいいですね。で、こうやると、直さなきゃいけないとこがわかるので、直します。そうすると、こいつを呼び出しているところもすべからくエラーになるので、それも全部直します。あ、そうか、ここもですね。こういう感じかな。次。あれ？ダメですね。これなんだろう。スタティックストリング。あ、これ問題ないですね。なんだ、なんでダメなのかな。インラインランコンバーターか。これかな。あ、これですね。こっち。規定クラスの実装の方が間違ってますね。ここをこんな感じで直します。あとは大丈夫かな。そうですね。値を、じゃない、オペランドが空の場合の実装だけ、ここ固有になっていたので、ここはだけは追加で直す必要がありましたと。あとのやつは規定クラスからそのまま、アプライが継承されるので問題ないと。それから、こうなります。これいいですね。ここも直します。一回ビルドします、はい、さらに直していきます。なんか今一瞬なんですけど、なんか歯医者歯科医師が黙々と歯を直していく感じがなんとなく一瞬わかったようななんか黙って黙々とやるんですよね。まあ別に喋ってね、やってもらえるより集中してやってもらった方がもちろんいいと僕ら素人は思うわけなんですけど、なんかね、この黙々と、こう、似たような箇所を次々と黙々と直していく感じが、なんか歯の中に、じゃあ口の中にあるその歯に、歯が並んでる、整然と並んでる歯を一本一本こう黙々と直してるような、なんかそんなような感じをね、今別に僕は歯医者じゃないんですけど、なんかこんなんじゃない、こういう気分なのかなみたいななんかちょっとどうでもいい話なんですけど、今そんなの一瞬錯覚しました。
ああ、ノップコンバーターね。なるほど。ノップコンバーターは行を生成しないんですね。ああ、これね、どうしましょうね。なんかモナド的な、モノイド モナド的な見地に立つと、これは空の配列を返しておくのが楽な気がするかな。ああ、そうですね。そうしときましょうか。せっかくなんでね。こうしといて、で、ここからの、配列を返すことによって、まあ、1行も生成されないみたいなのを、こいつを呼び出すかを単にループさせるだけで実現できるという感じですね。続けていきます。これで全部終わったみたいですね。残るは呼び出し元の方で、これコンバーターの実装、インターナルコンバーターの実装で、ここで呼び出してるんですね。アフライ呼び出すと、これソースコードが1行だけ今まで返ってきたのが、まあ、配列が返ってくると。で、ここで先ほど、モナド的にやるみたいな話をしたんですけど、ここは、ね、単一の値が返ってくるんじゃなくて、from で、バインドしてやるというか、まあこんな感じですね。こんな感じにすると、n 行返ってくると。もし0個の配列が返ってくると、この from はそもそも実行されないですね、この from の下は。なので、これで、結局1行もそのコードについては生成されないので、出力結果としても追加されないという流れになるということで、null を出さなくても済むようになるんだけど、これ本当に良かったかな。なんか今、一抹の不安がここで判断しなかったんだよな。そういえばなんか下の方でなんかやったような記憶があるような、ないような。ここで、その N 行をガーッとループして出しています。ああ、そうか。ここでラベルをつけてるんですよね。なるほど。あ、じゃあ、っていうのは、ここで N 行返ってくると。0行かもしれないし、まあさっきみたいに3行かもしれない。で、そいつをここでぐるぐる回すことによって、全部を平らにしてるんですよね。全行を、変換後の全行を全部平らにして、このアットレンジで追加していると。そうすると、複数行変えてきた場合に、そのラベルをどこにつけたらいいかわからないですね。まあ正確にはですね、ここのセレクトのところでこのラベルを保存するようにしてるんですよね。んで、例えば3行変えてくると、3行とも同じラベルがつくことになるんですよ。で、そうすると今度出力するときに、多分ね、その同じラベル3つが出てしまう、出力されてしまうので、それはまずいですね。なので、ここはですね、ここでアンループしないで、やっぱりここは一旦そのまま、このジェネレテッドソースコードの中に格納することにすると。でも、まあ、そうすると型が合わないですね。これ、1行だけストリングで受けるようになっていたので、なので、このジェネレテッドソースコードをちょっと変更します。これですね、これ。こいつを複数行格納できるようにしておきます。まあ、こう変えるだけですね。で、まずここはいい。で、あと、
それで取得したこのボディソースコードをここで列挙しています。で、ラベルの検知をして、必要なラベルを出力します。その後、ここですね。ここで行がそもそも存在しないかどうかっていうのを確認してたんですが、ここをですね、二重ループにして、ソースコードイン、エントリーソースコードというふうにして、で、行を出力すると。この行を出力する。インデントをつけてね。インデントをつけて、ソースコードを出力するというふうにしてやると、ここが0行なら、まあ出ないですね。何も出ない。0行。それは、例のノップコンバーターにかかったときに、空の配列が返ってくると、まあそういうことに該当する。結局、この foreach は1行も実行されないと。ということで、先ほどの、ぬるかどうかの判定と互換性は保たれているということですね。はい、できました。はい、これで準備できました。これテスト動くんかな？テストいつ動かしたっけ？ 大丈夫かな？うわ、全部赤ですね。なんだっけ？何がエラーになってんの？なんか、ちょっと違ってるよって言ってますね。テストターゲットクラスのコールスタティックメソッド、アクセススタティックフィールドテスト。アクセススタティックフィールドテストですね。これですね。なんかテスト直し忘れたかな？テストメソッド。なるほど。テストコード直してますね。前回、ここの、このテストターゲットを直すときに、名前が紛らわしいと思って、このバリュータイプテストっていうのを直してますね。それの文を直すの、テストコード直すの忘れてました。なるほど。そういうことですね。どうしようかな。どうしましょうね。とりあえずですね、本当にそうかどうか、一回これだけ動かして確認してみますか。デバッグテストで。やっぱり CI やらないといけないですね。後回しにしてますけど、まあ、ドットネットではね、ドットネットっていうか、まあ、ビジュアルスタジオ環境とかでは、アップベイヤー使うのが割と簡単にできるので、アップベイヤーサービス使って CI ぐらいはやれるようにしておきたいですね。せっかく短いですけど、全然網羅してないですけど、まあ、テストコードも書いてはいるので、まあ、こういうのをね、早期に検出できるようにするためにも、テストコードを有効化するようにしといた方がいいかな。これは何がいけないんだ？アスクアクセススタティックフィールドテストメソッドですね。コールスタティックメソッドウィズフィールドリファレンステストタイプ。なんかあれですね。そうか。このフィールドのアクセスとかも、単にコンバートメソッドを呼び出すだけでは生成されなくなったんですよね。コンバートタイプか。コンバートタイプを呼び出さないと、この辺の定義が出力されないようになったんですよね。思い出しました。ごめんなさい。テストコードを放置したんですよ。なんでかというと、多分この後、クラスの、今まさにやってるんですけど、クラスの実装をするときに、なんか、なんていうんです、その、クラスの実装をやってる途中か終わる頃に、おそらく、なんか IL の、
こう変換、IL の単位で変換をテストできるような、そういう細かい単位でテストできるような、なんかそういう構造を導入しないと、なんかもうそろそろ収拾がつかなくなるなと思っていて、でそれをやろうと思ってたんですよ。でまあそうなると、この辺のコード多分捨てることになるので、まあこれ以上メンテナンスしても無駄かなと思ったんですよ。で、そうですね、まあ捨てますか。 もう一つあって、今ももうまさにやってるんですけど、こうやってなんか一旦テスト用のコードをビルドした後、アイルスパイでこうやって眺めながら、この命令を今回は実装しますとか言ってやってるので、あんまりね、なんか今のコードって写経してるだけで、テストコードって写経してるだけであんまり意味ないんですよね。IL ごとの細かいテストができるような構造に変えた暁には、TDD でそれをやることができるようになると思うんですよ。つまり、あらかじめ今からやる、例えばニューオブジェの、IL の、要求仕様を読んで、で、まあ、MSDN でも何でもいいんですけど、読んで、で、それに沿った形でテストコードを書いて、まず失敗するっていうのを確認して、それからなんかその IL コンバーターの実装して、あ、動いたみたいな確認ができるようになるので、TDD が可能になるから、まあ、そういう意味でもなんかいらないかなみたいに思ってたんですよ。それで放置してたんだ。それを忘れてました。 なので、それは動かなくて当たり前ですね。まあ、いいか。とりあえず、そういうわけで、まあ、ちょっと、もうすでに動かないっていう状況を思い出してしまったので、そのさっき言ったように、その IL のレベルでテストできるっていうのを、優先順位をちょっと上げて、まあ、早めに取り組むようにしますか。まあ、とりあえずね、まずは今今日今回やろうとしている、そのまずはGC がないフィクストモードで、動くようにするっていうのを最初目標にしているので、まずそれはやると。その後すぐ取り込むかどうかわかんないですけど、ちょっと優先順位を早めるようにはします。はい。というわけで、まあ、このテストコードは、まあ、このままちょっと捨てておきましょう。すいません。でですね。じゃあ、まあ、実際に動かしゃいいわけですよね。要するに。ファイル 2C のこっちのコマンドラインの、トランスレーターの実行ファイルは実行できるので、こいつを動かしてやると、今実装したニューアレイのとこには来るはずですね。ここちょっと、ここを呼び出してみますか、実際に。じゃあ走らせてみます。はい、来ましたね。で、まあ、なんか例によってよくわかんない不透明な、値がコンストラクターのトークンとして渡されてきました。果たしてこれが、リゾルブメソッドによってコンストラクター情報が取れるのかと。じゃあ動かしてみます。はい、取れましたね。これです。まあ、ボイドを返すことに便宜上なってますけど、実際値返さないですね、コンストラクター。値を返すとも、返すとも返さないとも定義されてない。コンストラクターはコンストラクターということになってるんですが、一応メソッドベースから来てるので、ボイドってことになっています。で、名前は CTOR ですね。ドット CTOR。で、パブリックであり、インスタンスメソッドってことになってますね。で、それから、あと、まあ、ここから見てわかるのは、このデクレアリングタイプですね。これが、クラスタイプテストターゲットの中に宣言されてますよ、ということになってますね。まあ、このクラスのコンストラクターなんで、当たり前といえば当たり前なんですけど、ここのすぐ下でね、その情報を取得しようとしているので、まあ、この方が、合ってないと、そもそもあかんって話ですね。で、フルネームはまあ一応こんな感じになってるんですが、我々としてはそのマングリングされた C のソースコードとして正しいマングリングされたシンボルが欲しいので、まあこのフルネームはあんまり活用されないというか、活用しない感じと。
で、is constructor が true になってますね。だから、まあ、こいつは constructor info だってことがわかります。まあ、後の情報は、まあ、なんか興味のあるものがひょっとしてあるようであれば、まあ、各自調べてみてください。まあ、ここではせいぜいあれですね、is public が true になってるってことぐらいですかね。はい。で、こいつは、コンストラクターインフォなので、なんだ、メソッドのボディとかが、まあ、取れるわけですよ。で、まあ、コンストラクターの中身を変換するっていうのは、まあ、この後やるんですが、ここでは、それをコールできるようにするっていうのが目標なので、とりあえず今はまだ、あんまり関係ないですね。で、パラメータ、コンストラクターのパラメータをゲットパラメーターズで取ります。そうすると、これデフォルトコンストラクターだったので、パラメータなしですね。ゼロ。ということは、スタックからポップする、その、シンボルインフォメーションも0個のはずですね。パラメータ図を基準に、リンクでぐるぐる回しているので、結局ポップスタックは1回も行われず、そのまま抜けてくるので、 SI パラメータ図も、0個になってますね。はい、0個になっています。で、ここで、必要なライブラリとして、スタンダードリブと、ストリングエッジを登録しておきますと。で、あとはいかに、本文というか、ソースコードを取得するかと。まあ、ここまで良さそうですね。なので、じゃあちょっと止めて、実際にこんなコードを生成してみます。ここで、まあ、もともとあるこの実装も使えそうですね、なんとなくね。ストリングフォーマットで、このあたりですかね。これを消して、ちょっと1行ここへ入れてみます。こんな感じ。これまあ、メムセットなので、その初期化したい対象のシンボル名が必要ですと。で、これが、SI インスタンスとかいう名前にしておいて、これ、まあ、今ないですね。というのは、ここでプッシュしないといけない。あ、違う。バー SI インスタンスイコールコンテキストの、あれ。あ、で、レコードコンテキストのプッシュスタック、ターゲットタイプが そうそうそう、タイプですね。ちょっとびっくりしましたが、これでいいかな。あ、違うか。なんだ、ターゲットタイプでいいか。参照型のはずですよね、これ。ああ、それチェックがいるかな。タイプが is クラス。あ、じゃない。でなければ、この new object は、new object っていうオペコードは、クラスを対象に、クラスだけが対象ですね。ドットエントリーには他にもいくつかの、型の種類があります。まあ、プリミティブはバリュータイプの一部ですけど、バリュータイプとか、なんか、あと、ポインタ型とかですね、バイレフとかも一種のその型の種類なんですが、それで言うところのクラスでなければならないので、クラス以外のものは一律跳ねないといけないですね。これは明らかにオペコードというか、IL かメタデータのどちらかが間違っているので、ここでインバリッドプログラムシーケンスエクセプションをスローしておきます。インバリッドタイプみたいな感じにしておきますか。まあ、これもちょっと流用しましょうかね、こんな感じでね。バリッドタイプでいいか。ニューオブジェクトタイプでしときますかね。はい。
で、まあ、これでクラスってことが間違いないということになるので、SI インスタンスはデコードコンテキストでプッシュスタック、そのプッシュする値というのは、この、クラス型ですね。クラス型をプッシュします。なんか今までずっとやってきたものがバリュータイプばっかりだったので、なんかすごくなんか違う感じがする、バイレフにしたくなるんですけど、クラス型は、オブジェクトリファレンスなので、それをそのままプッシュしても大丈夫なはずです。いいですね。で、これで、そのローカル変数に対するシンボル名が取れるようになるので、ここでシンボル名を取りたいんだけど、なんで取れないんだ、これ。そっか、この名前そのものがそうになってるんですね。なんだ、シンボルネームとかでいいかな。そうすると、メムセットしなきゃいけない対象のシンボルがこれだということですね。この方は何度も言うように、クラス型なんですが、クラス型は参照型で、参照型は自動的にポインターになるようにマングリングされたシンボル名を生成する。あ、マングリングじゃないか。C 言語の、表現に変えたシンボル名がプッシュスタックによって得られるはずなので、それをそのままここに指定すればいいはずということですね。まあ、まだその作業やってないですけど、そうなるはずと。そして、これは、2行目ですね。これですね。この実装が今これでできた。じゃあ1行目の malloc のコードを出力しましょうか。フォーマット。まず、型名でシンボル名ですね。シンボル名イコール、型名、マロック、カッコサイズオブ、これも型名。こういう感じですかね。カンマ。で、シンボル名、それから、これちょっと直しておいた方がいいかな。タイプネームとかで、あらかじめ変換した結果をここで使うようにしますか。カンマ、こうかな、タイプネームと。これで2行できたんじゃないですかね。キャストも入っています。格納先のシンボルも指定しています。サイズオブも、指定しています。じゃあ残るはコンストラクター呼び出しですね。コンストラクター呼び出しは、ここは、コンストラクタのシンボル名、カッコ、引数群ですね。これ、どうなるのかな。コンストラクターを、じゃあここでちょっと変換しますか。コンストラクターネーム。こいつは、どうすればいいのかな。あれだ、ユーティリティの、ゲットフルメンバーネームかな。これに、このゲットフルメンバーネームって、メンバーインフォ引数に取ります。これですね。で、継承関係を時々書いてますけど、メンバーインフォを継承した、なんだ、メソッドベースがあり、メソッドベースの下にコンストラクターインフォがありますね。なので、こいつに対してコンストラクターインフォを直接渡して、コンストラクターの名前を生成することができます。なので、これを使って、まずコンストラクターのシンボルは、わかりました。そして、その次に、あ、これカンマなんだけど、こうかな。
そうそうそう。で、引数ですね。ここは、ストリングジョインで、カンマで区切った、文字列を作っていきます。元ネタは、このパラメーターズですね。で、レコードした結果、SI パラメーターズがあるので、こいつをセレクトで、必要なのはシンボル名だけかな。ああ、これ他にもやってますね、確か。どこでやったんだったかな。イニットオブじゃないな、コールかな。呼び出すときにカスタムの式変、あの式を適用しなきゃいけないかったような、この辺でやってないかな。あー、なんかやってますね、この辺でね。これかな。そうですね、パラメータの内容からゲットライトエクスプレッションを使って型とシステムインフォを使って、式変形が必要なら変形させると。失敗する場合はそもそもそういう式が書けないはずなのに、そういう IL が読めたということなので、 IL の異常ということでインバリッドプログラムシーケンスエクセプションをして、スローするようにしていると。ここの部分まるで一緒ですね。外出ししたいけど、ちょっとなんかあれだな、使用用途が複雑、あのインターフェースが複雑ですね。ここをだいたい匿名型になっているのであんまり嬉しくないな。そのまま外出しできないですね。どうしようかな。システムインフォメーションとタイプ、なんかタプル使いたい。タプルってもちろんあのシステムタプルじゃなくてタプル構文が使いたい感じ。どうしようかな。どうしましょうね。型と、そうだよね、そうだよね。シグネチャー、あれなんか他にもこんなのなかったかな。シグネチャーを生成してる。それ宣言の方かな。UTT の、なんか同じようなことやった記憶が他にもあったような気がして、これではないか。これでもないな。これかな。関数のプロトタイプ宣言を作るのに、ここでなんかそんなようなことやってますね。でもまあ、これとはまた違うか。そうですね。ボイド出してってやってるんですが、実質的な操作としてはちょっと違うから、これではないですね。まあなんか、まああんまりなんて言うんです、考えててもしょうがないので、じゃあ仮に どうしようかな。ライトエクスプレッション、ギブインフォメーション、長いですね。リードオンリータイプ、ターゲットタイプ、それからパブリックリードオンリー、シンボルインフォメーション、なふうにしといて、こうしてタイプ、これあれですね、これインターナルだったかな。そうですね、 UTT はインターナルですね。じゃあ大丈夫。
そのタイプ、パブリックでターゲットタイプと、それからシンボルインフォメーションを取り、それぞれを、メンバーに保存します。こうですね。で、こいつを使って、情報を与えるように、変えますね。それはどうやったかな。コール。これだ。こいつのここの部分ですね。ここの部分、だいたいこの部分を、ね、取り出すと。スタティック、ストリング、ゲットパラメー、身分パラメーター、デクラレーション。ちょっと引数わかんないので、一旦これを出します。ターンで返します。パラメーターですね。これがこのライトエクセプレッションギブンインフォメーションか。そうか、これでいいのかな。ちょっと名前がギョギョしすぎるかな。ライトエクスプレッションギブンパラメーターみたいにしとくか。あんま変わってないか。まあいいか。はい。で、このパラメーターが与えられます。で、エントリーが来ます。あ、もう一つデコードコンテキストが必要。トランスレートコンテキストが必要。あ、でも微妙ですね、それね。ここでスローする可能性があるのか。ああ、じゃあまあしょうがないな。ここで、デコードコンテキストを渡すようにしときましょうかね。ちょっと長いので、開業と。そして、どうやったかな。ターゲットタイプと、シンボルインフォメーション。を渡して get light expression で変換します。変換に失敗した場合はここでスローしますと。で、現在のバイルバイトインデックスと、それから、エントリーのシンボルインフォメーションのターゲットタイプのフルネーム、本当か。これはなんかこっちがターゲットタイプでタイプだよな。なんでこれ、なんでエラー出てるのかな。ザネーム、フルネーム、ダズノットユジストインザカレントコンテキスト。ん？あ、カッコとかいかんかな、この辺がな。カッコ閉じるでセミコロン。これでいいのかな。あ、でもまだエラー出ますね。なんだ。Does not contain constructor that take that many arguments. なんか、カンマとかは足りてるよな。え？なんだ？ジョイン。なんか大丈夫そうだけど、この辺の括弧は足りないわけでもないですね。ここも別にいい。パラメーター、ターゲットタイプ、フルネームありますね。シンボルインフォメーションの、ターゲットタイプのフルネームもあります。なんだ、一体どういうことなんだ。ようわからないな。
ビルドしてみようかな。あ、なんか通ったくさい？これだな。あ、通りますね。なんで選んでんだ。これはインテリセンスのバグなのかな。なんか変ですね。別に問題なさそうだけどな、実際。まあいいや、通るから、いいってことにしますか。で、こいつを呼び出すコードを、こちらの方に書いてやればよいと。アイルコンバーターの方で、どこ行ったかな。これじゃあ、これでいいか。あ、ここですね。ここ。ここの部分に、やっぱり長くなるんで、ここにしますか。パラメータスイコール、ユーティリティの、get given parameter declaration で、ちょっと字がちっちゃいかな。ここで、なんだっけ、si parameters array。 ああ、違うか。こいつ自身がシンボルインフォメーションの配列になってるけど、あ、セレクトしなきゃいけないか。そのためにはややこしい。ここですね。ここで、あ、じゃあ前と一緒のようにやらなきゃいけないか。パラメータを一旦逆順にし、そいつと、zip で、このパラメータと結合して、どっちかな、これ。ごめんなさい、コールの方はどうしてたかな。これか、こんな感じにする。まあここも直さなきゃいけないんですけど、こっち側にちょっと一旦持ってきて、お、パラメータ言いました、ごめんなさい、疲れてるなこんな感じかな。パラメーターズ渡して逆順にして、セレクトで与えられたパラメーターを使って情報を作りますよと。で、ここで作る情報が先ほど作った構造体ですね。ここで new で utilities のライトエクスプレッションギブンパラメーター。これで、こいつの引数に、パラメーターの型と、それから、ポップした、SI インフォメーション、シンボルインフォメーションですね。これを渡してやると。で、括弧閉じるとやると、これで、ペアパラメーターが意図した通りに出来上がるので、これを、ここでやればいいかな。パラメータストリングとかにして、この get given parameter declaration に渡して、で、こう、どこで、こうかな。あ、長かった。はい。これで作れましたと。こいつを、引数のリストとして渡してやればいいと。はい、こんな感じですね。で、こう、今作ったこのコードはそのまま、先ほどのコールの方にも活かせるので、ここと入れ替えます。ないか。ペースト。こうですね。はい。この辺直さないといけないですね。タイプは、ターゲットタイプ、それからここは、システムインフォメーションと。
テムインフォメーションのターゲットタイプフルネームと、エントリーのターゲットタイプのフルネームという感じで書き換えます。でも、ここは、そんなことをしなくてもよくて、ここは逆ですね。今作った、パラメータストリングの実装をここへ持ってこればよくって、こいつが、ここに出力されればいいと。こういう感じかな。全部なくなりますと。はい、こういう感じですね。これで、処理も共通化されたので、他にもそういう実装が必要なら、あれを呼び出せば引数をガッと並べることは簡単にできるようになったという感じですかね。これでよかったかな。IL コンバーター。はい。で、トータルで、結局のところですね、このニューオブジェによって3行の行が生成されますよと。最初に6でメモリを確保して、それは多分スタックに積まれます。で、次にそのスタックが指しているポインターの値を0で初期化します。そして最後に、コンストラクターを呼び出すんですね。わー、もう一個忘れてました。dis 参照に相当するものを第一引数として渡すという条件がありましたね。こうですね。これは1個値を追加しなければいけないですね。なんで、こうなる。こういうイメージかな。で、ここに、シンボルネーム。ちょっとシンボルネームって分かりにくいですね。これ、ディスシンボルネームとかに変えておきましょうか。そうするとより意味がはっきりしますね。はい。これでいいかな。ディスシンボルがここに渡り、以降の、あれですね。パラメーターは後ろに後続が続くという感じかな。あ、そうか。これ一個もない場合が問題か。一個もない場合、これだとまずいですね。なんかカンマ空白みたいになってしまうんで。めんどくさ。めんどくさ、思わず、なんか、ポロッと出てしまう感じ。コールコンバーターどうなってたかな。コールコンバーター。あんま変わらないかな。フルメンバーネーム、ギブン、パラメータ、デクラレーション。そうですね。あ、そうか、これか。ディス参照の処理をどうしてるんだったっけなと思って今見てたんですよ。そうですね。ゲットパラメーターだと、ディス参照が第一引数に来ない形のパラメータの一覧が出るので、それだと扱いにくいってことで、ゲットセーフパラメータっていう拡張メソッドを作ったんですよね。自分でやっといても忘れてますね、やっぱりね。じゃあこれと同じことを、こっちでもやってやればいいので、このコンストラクターのゲットパラメーターズとやってるやつですね、こいつをゲットセーフパラメータを使うように呼び出しを直しておきますと。そうすると、このパラメーターズには先頭に実参照が含まれた形になっている。ですね。これどうやってやったんだっけ。メソッドベースでデクレアリングタイプを見てたかな。ゲットパラメーターズしてます。スタティックかどうかを見ていて、メソッドが。スタティックじゃなければ、先頭にディス参照を加えてます。その型は、デクレアリングタイプを、メイクバイレフタイプした型として指定している。これは正しいのか？いや、なんか良くない気がするな。これは、バリュータイプだからこうなるんですね。スタティックではない場合はやらなければいけないが、ここに指定する方は、ちょっとこれ直しましょうかね。これは、
ディスタイプイコールみたいな感じで一旦外へ出し、まずこいつに置き換えておきます。こうかな、パラメーター、まあそうですね。でその上でこれが違ってるんですね。ちょっとタイプも出して、で、こんな感じにしますかね。 make by ref タイプで、タイプがタイプの is value タイプが true の場合は make by ref タイプしますが、そうでない場合はタイプをそのまま使う、こういうことかな。でそれが this タイプになりますよと。はい、いいかな、これでいいような気がしますが、まだ終わりではないですね。こうやって取得したこのパラメーターを使って、最終的な、宣言に落とすところがあるはずで、それが何だったっけね、デクレアリングタイプス、あのバイレフを見てポインターに変えたりとかしてるところ、これかな。違うな、これではない。どこだったっけな、はい、ないですね。こいつどこにあったっけ、インターナルストラクト、あ、ここか。あー、この辺かな。バイレフとかで検索しますか。バイレフで検索します。あー、ターボタンになってるかな。いくつか出てきました。IL コンバータ、ロードフィード、ロードオーク、ST ロック、トランスレートコンテキスト、ユーティリティーズ。あれ、ここでやってるだけですね。あれ ?is by def を判定してね、ゴニョゴニョするみたいなところがあったような気がする。あ、間違えた。なんだけどな。これではないですね。シンボルネーム、それはプッシュスタックとかポップスタック、違うな、なんだろうな。ちょっと待てよ、ギブンパラメータデクラレーション型、それはいいけど、あれどこだろう、よくわかんなくなってきた。プッシュスタックはここで作ってるはずだよな。ない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 、スタックインフォメーションフォルダー、その後ゲットはあとこれの中で、ターゲットタイプがバイレフだったりとか、あれですね、参照、オブジェクトリファレンスだったりする可能性がありますね。これあれゲット、あ、そっか、ゲット知らんゲット自体ね、やってんのかな。あ、ここだ、ここでやってんだ。なるほど。わかりましたよ。どうするかというと、やってることはこことほとんど一緒だけど、ここでは本物のバイレフからバイレフのその
3章を外した型を取得してるんですよね、ゲットエレメントタイプで。で、そいつに、ポインター3章をつけてるんですね。なんで、近しいけど実は違ってて、クラスの場合、is クラス。クラスの場合は別に、エレメントタイプとか取得することなく、この型そのものが、オブジェクトリファレンスの型に相当するので、この名前、得られた名前プラス、それはつまりフォールバックしたこれか。手でやるしかないか、これ。じゃあ、ちょっとこうして。意図的に分かるようにこういうふうにしますか。こうしといて、マングリングシンボルネームして、その後だよな、プラスアスターをつける。これでいいか。これで C の課題なのかな。はい、いいですね。で、ゲットフルメンバーネームが、ここで、名前空間とかを全部結合して名前を作っています。ちょっとだけ気になるのが、フルネーム、メンバーがタイプだったらタイプのフルネームを取得します。その後、マングリングシンボルネーム呼び出してましたね。で、ここで、ドットがアンダースコアに置き換わり、それから、アスタリスクは、リファレンスに置き換わります。その後で、アスタリスクをつけてるんですね。なので、あそこでは実際にはアスタリスクはそのものではなく、そのものが直接出力されるか、マングリングシンボルネームが呼び出された後でアスタリスクをつけているので、もう一度見直すと、どこ行った？トランスレートコンテキストのこれを見ると、マングリングシンボルネームを呼び出した後でアスタリスクをつけるんですね。だから、アスタリスクは生のままで出力されるから、 C のコードとして、ポインタ型に間違いになる、間違いなく、なるということですね。なんかね、この辺ちょっとスキーしないですね。分かってます。もうちょっとなんか、いい方法を思いついたら直します。はい。これでいいかな。ちょっとだけ動かして、で、どうなるか見て、今回は終わりにしますかね。どこだ？アイルコンバーターの、これですね。ニューオブジェコンバーター。動かしてみましょうか。はい。と、来なかったの、そこ。インバリッドプログラムシーケンス、インバリッドタイプ、アットスタック。あれ、なんでだ？これはなんだ？ロードフィールド。ほう。フィールドの型が、イント32ですね。参照が、シンボル名、ターゲットタイプは、ごめんなさい、字が小さかったですね。ターゲットタイプは、クラスタイプテストターゲット、要するに、オブジェクト参照ですね、の、スタックのシンボルが割り当てられていて、そしてどうなってるって。この辺あれですね、バイレフの判定とかしてるところは、なんかいかんような気がしますね。これ、第3のパターンに来るんですね。バイレフでもないし、イズバリュータイプでもないから、それで怒られてるのかな。これはどうすべきかというと、判定の仕方としては、このバリュータイプと一緒かな。参照型の場合は、両者が、
オブジェクト参照型になるはずで、そこに第二互換性がある場合は OK という判断になるので、まあ、バリュータイプとは変わらないですね、判断の仕方は。バイデフの場合は、その参照を外したものに対して比較をしなければいけないので、こうデリファレンスしてるんですけど、そうじゃないものについては直接その型で代入互換性があるかどうかを見ればいいので、ここに足せばいいですね。おわみたいな感じで伝えますか。SI リファレンスのターゲットタイプの is クラスですね。これでいいかな。その後が続きが大丈夫かっていう気もちょっとしますけど、オペレーターがこれですね。あ、これ違うのか。ああ、オペレーターはアロー演算子使わないといけないですね。C に落ちた後、メンバーにどうアクセスするかなんですけど、バリュータイプの場合は、構造体をそのまま値型として扱っているので、ピリオドでメンバーにアクセスします。でもクラスの場合は構造体へのポインターとして渡されるので、アロー演算子を使わなければいけないですね。まあちょっと分けときますか。じゃあここをもう一個 if 条件追加してですね。で、今までのやつはじゃあ元へ戻して、バリュータイプの場合はみたいな感じで判定しておきます。こいつはオペレーターを変えなきゃいけない。でも、オブジェクトリファレンスの場合は、オペレーター変えずに判定は同じ方法で判定をすると。ちょっとこれ上を持ってきますかね。こうするか。上2つ、バイレフとクラスの場合はオペレーターは変わらない。バリュータイプの時だけピリオドに変換する。おお、なるほど。他にはないのかな。ロードエスフィールドはそれはないか。インスタンスの場合だけですね。それを言うと ST フィールドもあるか。あるのかな。バイレフじゃなければ刺さるみたいになってるのか。れ、これ合ってんのか。 か分からなくなってきたわ。あ、そうか。これバリュータイプの実装って ST フィールド実はやってないんですよね。だからこれバイレフのパターンしかやってないんですよ。バイレフがフォルスだと一律例外がスローされてしまいますね。ああ、ダメなやつや。ここに来たと、もしここに来たら、クラスの場合も、下に寄せないといけないですね。でも、あとはなんか、アロー演算子を使うところは変わらない。だけど、デリファレンスしてはまずいですね。デリファレンスしなくても、オブジェクトリファレンスだったらそのままその型を使えばいいですね。ああ、ダメだ。長すぎ。まあ、今回は諦めましょうか。次回、この辺の続きから、実装したいと思います。今日眠い。 眠いので、なんかとりあえず動くとこ見たかったんですけど、ちょっと間に合いませんでした。すいません。じゃあ、続きはまた次回から、次回ここの続きからやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。